どうも大之助です。今回も勉強とブログのルーティンやっていきたいなっていうふうに思います。まずはチェスと将棋ですね。でちょっと後ろでゴーゴーうるさいのは今お湯沸かしてるんでお湯のポットがうるさいかもしれないですけど、ちょっとご了承ください。つうことでまずはチェスなんですけど、おや、その動きはありがたいね。序盤でポーンの位置で有利取りましたよ。どこに何を置くかお悩みどころ。こいつ上がったら取られるんだよな。ダブルナイト打線で中央のポーンを取りましょうか。いや、まあこれ交換でいいだろう。交換で真ん中にナイトを置くうまみはあんまないか。あんまナイトってか、あんまナイトって感じか。おもんない上に噛むっていう。ちょっとじゃあ。ポーンの鎖を作っておきますか。お、これいいじゃん。これ。いや、こっち行こう。なるほど、まあそうきますよね。ちょっとお湯止めてきますね。お湯沸かしポット。さあ、お湯を止めて。ん、なんだろう、湯沸かしポットの中になんか白いのが入ってるぞ。まあ後で取り除こう。さあ、どこに何を設置するかだけど、これは、まあ、相手のルークを追い詰めたところで、そうですよね。仕留めきれないんですよね。まあ一旦このポーンを上に上げるか。このナイトもうまみがナイトって感じか。オモンナイトって感じか。お、マジでゲッチュー、ゲッチュー。さあ、観察しろ、考えろ。すみません、花粉症で鼻がずっとズビズビいってるんですけど。さあ、クイーン交換をして、あそこ行かれたか。そこのポーン取りたかったんですけど、まあいいだろう。マジでルークスカイウォーカーとビショップ交換、これはありがたいってなったら、ってなったらですよ、もうこれチェック、ナイト取り。あ、なるほど、まあいいだろう。これクイーン作ってしまったら、もう相手氏は何にもできずに、まあ悪あがきっすね。ということで、これでチェックかな。よっしゃ。お腹がグーグー鳴ってる。
よし、次は将棋。昨日晩ご飯食べたのが、晩ご飯ちょっと早めだったんで、昨日の5時ぐらいから9時ぐらいまでずっとバレーしてたんですよ。だから晩ご飯を4時ぐらいに終わらせて、で今8時とかなんで、もう十何時間も断食してますね。14時間16時間ぐらい断食してて、それでお腹がグーグーなっちゃったけど、まあ気にせずやっていきましょう。基本俺大之助朝食抜いて2食なんで、リーンゲインズっていうプチ断食やってて、そのおかげで集中力爆上がりなんですよ。でその集中力爆上がりして、相手を蹴散らす様をご覧に入れましょうという話なんですけど、相手居飛車っすね。居飛車嫌だな、嫌だな、怖いなって思ったんですよ。これはこっちから行こうか。これは俺の銀が上に上がったら取られちゃうね。銀下がるか。この下り毎回やってるような気もするんですけど、まあいいや。フーゲッチュ下がる。さあ、ここここつくのも弱いな。いや、果たして本当に弱いのか。一旦こっちは攻めよう。相手多分もうコンピューターが、俺が特定の行動しない限り別の行動はしないから。ここで歩ついても相手の飛車に捕らえるだけなんだよな。桂馬跳ねる。ダメだ。角さんがどっか別の場所に拡散できないね。場所がないね。ってなったらやっぱ中央突破か。中央突破しようにも相手の枚数の方が圧倒的に多い。こういう時どっから切り崩すかというと、まあけど一番制しやすいのは相手の飛車のところだよな。左サイドだよな。いつも相手のミスから切り込んでるんで、こんなに真ん中固められたら倒せるもんも倒せないじゃないか。おや、角交換をする気か。けど止める方法は、まあ、いや乗ってやろうぜ。だってもうこのままだと あ、そこに置く。そこに置くんすか。あー、なるほど。相手は歩使っちゃったから、うん、嫌だね。まずいね。まあまずくはないか。これで桂馬を確実にゲッチュしてね。ね、これは一つ取る。取っても問題なさそうだけどな。前に攻めれるし、下がるメリットは。いや取ろう。でここで上がっても大丈夫だし、この歩を前に上げても大丈夫。
なーぬ。そうきますか。なんか相手の動きが嫌だな。ねえ、嫌なとこばっかり行くね。これ相手の桂馬取っちゃおうぜ。すいません、やり直していいですか。てかやり直します。交換しちゃダメなのか。よっしゃ、もう一回居飛車だ。さっきと同じような盤面で戦いたい。どの辺が、相手の桂馬を、あと一手こっちが余裕があれば桂馬取れるのにな。そこで盤面有利をちょっとずつ作れたはずだったのに。おや、それは握手じゃろ、アリンコ。またいつもの相手のミスから攻めが始まるパターンっすね。それは握手じゃって。あれ、動き止まりんこ。相手桂馬跳ねてきたのは、それ良かったの？こっちの桂馬も跳ねちゃおう。まあそうっすよね、桂馬置いて対応しよう。これ香車置いたら取れるんじゃね。けど香車置いて相手の飛車取って、まあいいや。まあそうですよね、そう来るよね普通。だから角を置いたらいいのか。あら、まあ仕方ない、必要経費と考えよう。
これ嫌だな。で上がってくるでしょ。さあ逃げろ逃げろ。まあそうっすよね。くそ。あとちょっとなのにな。ちょ、こいつなっとこう。ん？どこに何？あ、そこか。え、それはちょっともったいなくね、使い方。さあここで もう詰みろが AI には見えてるみたいだけど、これ銀置いたらどうなる？あ、もうそれで詰みか。よっしゃ、なんかめちゃくちゃ有利に見えて手こずったけど結局勝ちました。じゃあ次は英語の勉強とツイッターにツイート。
さあ、ツイッター更新したし、次はワーキングメモリーを鍛えるトレーニング。K。W。K、W、K、W、K。KP、PK、KT、TU、UG、GH、HI、あ、やべ、トイレ行きたい。HI、IH、ヒーター、HI、H、IH、IH、HC、CS、SC、CW、WZ、ZP、PE、EU、UU、16、微妙だな。もうちょっと正解してる手応えだったんだけど。さあ次は世界地図アプリ、アフリカ、ケニア、モロッコ、ソマリア、リビア、エジプト、エチオピア、あれ？エチオピアってコンゴ、ギニア、あれ？マダガスカル、それ、ここマダガスカル、トーゴ、南スーダン、アンゴラ、カメルーン、ニジェール、カボン、ザンビア、ナイジェリア、アルジェリア、セネガル、スーダン、タンザニア、ギニアビサル、ビサウ、モーリタニア、エツワニ、ウガンダ、ジンバブエ、カーポベルデ、ベリーズ、リベリア、ナイジェリア、エリトニア、チャド、モザンピーク、シエラレオネ、マリ、コンゴ民主主義人民共和国、ナミビア、民主主義人民共和国じゃないか、なんだっけ、ブルキナファソ、西サハラ、ガーナ、マラウイ、ボスニア、レトソ、ルワンダ、ブルネイ、ジブチ、ガンビア、チュニジア、カーポベルテ、コンゴ共和国か。全然じゃん。俺の最高記録はあと15秒も早いのか。さあ次、英単語アプリ。 That is her plane。 すごいな、飛行機持ってるんだ。 She plays baseball。 Her birthday is tomorrow。 やべ、トイレしたい。 This camera is hers。 Her sign is a pilot。 次、英単語学習アプリ。グリービンス。わあ、これわからん。思い出せない。不平。イレゾルト、わからん。YouTube だ。セクルード、わからん。確率。アジャンクト。付属品の。
よっしゃ。プロペンシティ、仮定する。傾向がある。レプリマンで分からん。叱責する。Deterrent、分からん。故障する。アライ、沈める、沈静化する、同盟国。リプルーブ、厳しく攻める。ウィンドフォー、棚からボタン持ち。グリベンス、イレゾルート。チーカーは更新されてないかな。更新されてないな。やべえ、トイレ来て。あとちょっとだけ。セクルール、プロペンシティ。数学の勉強までやったらちょっと一旦トイレ行くためカメラ止めよう。レプリマンド、ディタレント。レプリマンド、セクルード。あ、セクルード。ディタレント。さあ次は暗記カードアプリ。あ、やばい、もう台が漏れそうじゃ。一粒万倍、え、分からんこれ何。一粒がものすごいパワーを発揮すること。一つの粒で何万倍もの果実を収穫できることから、些細なことでも粗末にはできないということ。なるほどな。ためになるわ。ためになったね。やべ、もうやべ、垂れ流しそう。やばい、俺の尊厳がかかっている。くそー、や、くそーって、いろんな意味でくそー。時間かかる系の。4.44。ああ。あれ？ああ。もう、掛け算もまともに、足し算もまともにできなくなってる。トイレ我慢しすぎて。いや、トイレを我慢しているというセルフハンディキャッピングを使うことによって俺の計算能力が低いという言い訳を、免罪符をつけようとしている。卑怯だ俺は。 3.23。 あー、やばい、もう限界だ。もうやばい、俺の尊厳がやばい。いや、もう、やばいよ。本当に漏れちゃうよ。黒歴史作っちゃう。よっしゃ、終わった。ということで、ちょっとこの後、ブログ、大喜利やるんですけど、一旦カメラ切ります。